とっぺっさいったわけで今回ですけども、ケンタで初対戦動画ということで、非常にテンションが上がっております。まあ、ようやく6体育成終わったので、まあ、ガチガチに対戦ね、始めていきたいということで、まあ、このランクバトルというね、まあ、前回のレートにおけるね、感じの対戦画面があるんですけれども、まあ、これ初めて見る画面なので、まあ、ちょっとね、ここからもう何が起こるかもうわからないという、もう赤ちゃん状態なんですけど、まあ、僕はね、今回育成してきたパーティーがこっちいる！ドラパルト、サザンドラ、アーマーガー、オーロンゲ、イエスさん、トリトドンということで、まあ、アイテムがね、なんか全然攻撃的じゃねえじゃんって感じなんですけど、まあ、とりあえず一旦ね、耐久寄りで全部育成してみたところがあるというか、はい。みたいなところがあるというかね、はい。で、これ当たんのかな、これ。おー、見つかっていく！おー、もう友達との対戦を検討していたところ、当たっていく。ちょっと待って、相手のパーティーどれだよ？相手を確認、あ、これか。いわゆるクソめんどくさいやつ。あ、いって、ガチパだ！来た！来た！一番最初の対戦動画、これあれだ。これ動画化確定だ、これ。ペリパ、ルンパ、このなんかクソ早いやつ、ライチュウ、ナットレイ、ガマゲロゲということで、まあ、このウッウが加えてる魚の、まあ、進化系ですね。思わず僕もテンションがね、ありえんほど高くなっているというところなんですけど、雨かーって、これいちいち相手のパーティー見ながら選出できないってやばくないか、このシステム。これかー、このめんどくさい仕様。雨だからね、出したいんですけどね、トリトド、ナットレイとルンパッパに圧力をかけられているね。明らかに。で、だとはいえ出すみたいなところもあるみたいなね。アーマーがプラス、トリトドンのコンボでめちゃくちゃやっていけないか、これ。ドラパルト、サザンドラ、どっちがいいかな。サザン、うんこ刺さってる、これ。相手サザンドラ突破する方法ねえだろ、これ。これ、うんこ刺さってるよ、これ。イエスさん、まあ、今回は、ドラパル、トリトドンでいいんじゃないか、これ。今回、刺さり的にこれだな。来ました。まあ、大体ね、ドラパルトとか AS で育てる人が多いと思われる中、今回僕 HA で育てているという、この逆張り。この初手逆張りのオタク戦法によって相手の計算を狂わしつつ、さらに木の実まで発動させるという、もうこの目論み。かなりのオタク戦法ですね、これは。さあ、ペリッパー、ルンパッパー。これはスタンダードな雨展開でしょうか。で、これ来た！めちゃくちゃグラフィックが綺麗なんだけれども。やばい、僕の2体のこの浮いてるポケモンたちかっこよすぎる。雨降らしで天候が雨になります。ルンパッパ、水水という特性で雨状態であれば、まあ、素早さが2倍になり、さらに、自身のメイン技である水タイプの威力が上がるという超絶コンボ中のコンボです。これね、僕のアーマーが守る持ってないんで、どうしよっかな。これもういきなり Dmax あるな、これ。これ D の Max あるな、これ。ちょ、待ってな。追い風で返したい、追い風で返したい。追い風に追い風で返したいところだが、ちょっと待って、追い風返す意味ないか。下で戦っていくか。あるね、それは。それぶっちゃけあるね。ダイジェットでいきます。これはね、勝ちましたね。アークの波動でペリッパー昼ましていきます。まあ、ペリッパーよりアーマーガーノが遅いんでちょっときついですね。これ初めてのダイマックス来た。かっけえ！シナリオでやるダイマックスとはもうこれ、あれだわ。興奮の度合いが違うわ。HP307 ということで、ありえん硬いアーマーガー君臨。これ、怯えてなんかレートビーム撃て。あ、レートビーム。まあまあまあ、撃てっつっても、まあ撃たれたらまあ困るんだけど。やめろ、凍るのよ、マジで。ことしばく。オッケー。あ、なるほど。ひるめ。こうひるんだら勝ち。もうひるんだら勝ち。ひるめ。タスキかよ！ワンチャンタスキじゃないみたいな欲しかったよ！メガネなんで。あ、ネット追い風じゃない。いいですね。これ、めちゃくちゃいい、これ。し、急所。やっぱ急所じゃないか！ふざけんなよ、マジで。まあ、でもこれ、ルンパッパ、助けじゃないから。はい、一撃。これ来たね。アーマーが今回、ミラーアーマーという特性があって、相手の威嚇とか、そういうのを跳ね返すっていう、このね、ダイマックス技で何々下げられるってやつも下げられなくなるっていう、もうめちゃくちゃ強い特性あるんで、このダイマックス環境や威嚇環境においてかなりの強さを誇ると感じているところを、まあ幅を利かしていくと考えられるルンパッパに対しても、このブレイブバード、
で一撃で倒すっていうね、この圧倒的な強さ、これが感じられます。さあ大スチール使うと味方の防御を上げることができるというところなんで、そこかなりねいい感じにやっていきたいんですけど、水水だからこれはね多分どうかな、ドラパルトでないと、ドラパルトで攻撃しないとペリッパ上から倒せないから仕方ないか。ダイジェットで、いや違うか、アーマーが、ちょっと待ってな、ダイジェットで上がったんだよ素早さが、素早さが上がった。これはペリッパーを殴れる。オッケーペリッパーを上からアーマーが殴れるんだった。そう、実況しながらだ、緊張してな、ちょっと分かんなくなるんだ。さらにドラパルトはここでトリトドに交代することによって、相手の水タイプのあの魚ちゃんの水攻撃を吸っていくと考えられる。これは強え、ペリッパー守る。これ守るしてもね、これダイマックス技貫通しちゃうっていうね。アクロメイク吸っていく、呼び水で吸っていき、ダブル特有の面白さをここで醸し出していったのはトリトトン選手。ダイシル、これめちゃくちゃ強いですね。これタスキで HP1 のペリッパー、守るを使っても貫通で倒されていきます。さらにこの大スチルの追加効果によって、自身そして味方の防御を1段階上げるという、この打ち毒、あまりにも打ち毒な戦法によって一気に有利盤面を整えていきます。残り、3対2というところ、さらに、ダイマックス技でステータスも上げつつ、トリトドンで呼び水も発動させていきます。ちょっと待って、ナットリ倒せないとかある？こんだけなんかドヤ顔で解説しておきながら、ナットリ倒せない世界線あるな、これ。まあ、いける。さすがにいける。さすがにいけると信じてる、私は。ちょっと待ってな。これどれだ？選択どれだ？ちょっと待ってな。この、魚ちゃん放置しても勝てるんじゃないか、これ。相手まだダイマックスがあるのか。ダイマックスあるな。ちょっと待ってな。第一か、微妙だな。トリトドン倒されちゃうと、まあ、正直、厳しいと。ダイジェットでいくか。ダイジェットプラス、ここ一旦守るわ。ここ一旦守って、士気を高めて、交差選ばれた！オッケー！アリン圧倒していったのは、初戦、ビーラ SVG。いやー、よかった、初戦勝って。てか、僕、アバター全然変わってないんだけれども。変わってなくね？なんか。あ、トレーナーカードに反映させないといけないとかある？相手のバトルチーム確認しますか？確認できるっていうね、この新しい感じ。対戦始まる前に、確認していいですかっていうやつを、OK にしてしまうと、相手にパーティーを見せてしまうっていうね。感じらしいですね。今回ありがたく、拝見させていただこうかなと思います。アクアブレイク、インファイト、こいつ、インファイト覚えんの？マジか、思ったよりちょっと範囲が広い。こいつ、水しかないだろ、わらと思ってたんですけど。ダメだったな。こいつがシングルでめちゃくちゃ強いと。自分で水水で雨状態で、なんか速度を高めていき、攻撃も上げていくみたいな、強い意味で聞きましたね。まあ、相手さんのパーティーはね、まあ、雨パーティーですね、明らかに。これ、メガネか。あ、一旦戻ってしまったことによってもパーティーが見れなくなった。まあ、相手さんのパーティー、ペリッパーで網振らして、まあ、ルンパッパ、ガマゲログがスイスイで恩恵受けつつ、あと魚ちゃんもスイスイで恩恵受けつつ、ナットレイは雨状態にすることによって、炎タイプが弱点であるのを軽減しつつ、また最後、雷中か。まあ、全体的にちょっとね、相手の電気がうざいところを飛来神の雷中でケアしていくと。まあ、味方をね、飛来神で守るというのもやっぱダブルバトルにおいてはかなりシングルバトルとの違いになってくるかなと思われます。まあ、飛来神呼び水っていうのは、電気とか水を、まあ、隣のポケモンに打たれた時に、まあ、自分に引き寄せつつさらに自分の特攻を上げるという、まあ、めちゃくちゃ強い特性なんで、まあ、覚えるポケモンが限られてはいるんですけど、ちょっと待って、開いてきた、当たっていく、ヒロムよろしく。これは、旅パでは若干なさそうな雰囲気。この電気の犬ちゃんとかオノノクスが若干怪しいか。ただ残りのポケモンはなかなかガチっぽい雰囲気があるが、まあ、ここは世界チャンピオン流のこの制裁的なね感じでいきたい。
サザンアーマーガー、サザンアーマーガーか、ちょっと待って、さっきもこれだった気がするぞ、さっきもこれだった気がする。エースバーンはまあでも飛び膝覚える、覚えるからね。まあ、僕のパーティー一応アーマーがメインでやっていけそうな雰囲気があるんですけど、まあ追い風とか、まあ大マックスの飛行技で味方の素早さ上げつつみたいなね感じもできるんですけど、とりあえず今回イエスさんでイエスさんすしていきたいね。今回トリトンいらなさそうだな。イエスさんアーマーガーで、まあ確かにサザンダラ先発で出してしまうとバイバニラの吹雪が、まあ、とてもきついなっていうところはあるので、まあ、とりあえず場を整えてからやっていく感じで、まあ、とりあえずイエスさんちゃんからいきたいと思います。まあ、このイエスさんちゃんはね、カプテテフの特性と同じサイコメーカーを、まあ、夢特性で習得していて、まあ、出た瞬間に、まあ、エスパーのねフィールドがガッチガチに出ていくんですけど、まあ、これによって相手の猫魂とか先制技を防ぎつつ、まあ、自身のエスパータイプの技も強化していくと。この雪フラッシュ的なやつって夢特性か、育成は臆病 CSS にイエスさんちゃんは、はい、型破り、あられ振らないということで、あられ振らない感じね、振らない感じ、了解っす。でオノノクスが、まあ、とりあえず追い風いいか。なんか困ったらすぐダイマックスしたくなるんですけれども、ちょっとそれはちょっと初心者っぽいんで、一旦追い風でいきますわ。育成は手助け、ハイパーボイス、最後検出で助けですね。ハイパーボイス地味に一致なんで、エスパーノーマルという地味にゴーストの弱点を無効化するっていうね、明らかに強いこのムーブによって成り立っていく。このハイパーボイス相手2体に取ってるんで、これ言っときましょう。最後検出の方が強かったか、まあいいわ。今回ちょっと相手にワイドガードもないので、ハイパーボイスで全体的な打点を稼いでいきます。考えていますね相手。これなんかレンタルパーティーだったりしますか、どうなんですかね、わかんないですけど、なんか今回レンタルパーティーがかなり豊富で、なんか強いやつを使えるみたいですね。人から なんだろう普通にプレイヤーがやるんじゃなくて、なんか最初からゲーム内に内蔵されてるやつみたいなやつで、レンタルパーティーっていうのがあるんですけど、それでなんかバトルタワーとかも結構楽々に行けちゃうみたいな、そういう感じでもあるみたいです。いきなり DMAX 来た。これちょっと耐久が高いですね。完全にトンボ返りかなんかで裏につなげて、オノノクスしばきたすぎてやばい。やばい、すごいピンチみたいな BGM が流れている。ハイパーボイスいい感じに食らえ。めちゃくちゃ入る、めちゃくちゃ入ったが、思った3倍ぐらい入ったが、大アークでイエスさんが抜群、うわーと見せかけて気合の助けでしっかりと耐えていく。大アーク覚えてるんだな。大アークの追加効果は、おっと特防が下がった。これはミラーアーマーによって返していくのでは、返さないの、これ返さないの、え、返さないのこれ、嘘でしょ。いやミラーアーマーですよね僕のやつ。え、そういう感じ、きついんだが。アーマーガに撃たれた場合だけ跳ね返す、もしかして隣のポケモンに撃たれて下がったとき下がらない、もしかして。あ、マジ跳ね返さない、もしかして。めんどいめんどい。追い風したからね、一応上取ってるんですけどね。上取ってるから、ハイパーボイス。ハイパーボイス意外と入ったからな。ダイマックスいっちゃっていいか、ガチガチに。ガチガチガチにいっちゃっていいか。アイアンヘッド、ブレイブガード。ブレイブガードいくか。まだダイマックス温存する。まだ温存していく。最後剣吸ってもギリギリ倒せないか。なんかギリギリ倒せないような、なんか、いや倒せるのかちょっとわかんねえけど、わかんねえけど、これでいくわ。オノノクスをがっちり倒してダイマックスアドバンテージ取っていきます。ダイマックスのタイミングマジ難しいんだが、なんか追い風とか下ターンになんかね素早さが変わるみたいな、仕様になってるみたいな感じで、なんかすごい分かりにくいというか、はい、分かりにくいっす。新しい仕様変更まだ追いついてないっす僕の理解が。今のもミラーアーマーで跳ね返すと思ってたんで僕。パルスワンちゃん来た。電気とノーマルですかね、ノーマルかなこいつ。シナリオ共にしたんですけどね、あ電気でした、にわかさらしました。
パルスワンちゃんをしばきたい。パルスワンちゃんしばきたいな。助けで思ってるか。アーマーガーちゃんが倒されるのがちょっとだるいっすね。だるいんで、ここは、悪の波動と、アイアンヘッドで絶対倒す姿勢を見せていく。来た来た来た、倒せ倒せ、メガネです、メガネ。はい、来た、はい、来ました。はい、サザンドラ強い。やっぱ600族なんで、このね、ガラル地方の限られたプールの中においては、格闘技だるいだるいだるい。オッケーオッケーオッケー、危ねえ危ねえ。意外と打点持たれているっていうね。ガラル地方の限られたプールにおいては、このサザンダラの600族の数値が圧倒的な強さを誇る、そういう雰囲気がすごい感じられますね。アイアンヘッド、いっちゃいましょう。これもダイマックスしちゃっていいでしょ。ダイスチールで、バイバニラ縛いつつ、悪の波動でアーマーガー、これも縛く。まあ今のところね、まだ発売されて、まあ金土日月火でこれ5日目なんで、まあガチガチに育成してきてる人もね、かなり少ないと思うんですよね。まあシングルはかなり賑わってるみたいなんですけど、ダブルはあれなんですよね。まずシングルからやるでしょみたいな雰囲気で多分盛り上がってないんで、ちょ、僕がね、このダブルバトル布教していくことによって、盛り上げていくしかない。ダブルバトル特有の楽しさを伝えていくしかない、僕が。まあでもそのうちね、盛り上がってくれるかなと思うんですけど、まずガラルビギニングっていう、一番最初のインターネット大会が、シングルバトルで開催されるってことで、僕の友達の、ダブル勢の WCS とかやってる友達も普通にシングルやったりしてるんで、シングルがちょっとね、必然的にありえん盛り上がっちゃってるんで、まあまあまあって感じなんですけど、僕も逆にシングルやっちゃうみたいなところある。でもダブル実況者として、まあ、一応なんかダブルからやっとくかみたいな。で、ダブルから脳死で育成しちゃったみたいなところがある。ヒロムさん、対戦ありがとうございました。来たね。いきなり2連勝来ました。ということで、まあいい感じに喋りまくったんじゃないかなと思うんで、第1回目の、このダブルバトル始めはいい感じに成功することができました。これから毎日動画は、まあ、1、2本ぐらい投稿していきたいと思うんで、ガチガチにチャンネル登録と高評価と、チャンネルの通知オンとコメントと RT といいねと、ビエラさんに対する、黙祷を捧げてくれると嬉しいです。それではまた次の動画にご期待ください。さよなら。